東京都中央区銀座旗ビル内にある映画館である。昭和30年代に銀座文化劇場として開館、1987年に2館のうち1館は、そのまま銀座文化劇場として古いハリウッド作品やヨーロッパ作品を提供し、もう1館は各国からえりすぐった洋画と頬画をスイッチしながら提供するということから、シネスイッチ銀座と命名される。 1997年4月にシネスイッチ銀座1.2としてリニューアルオープンし現在に至る。開館から1997年まではヘラルドエースを中心とした日本ヘラルド系の映画が上映されており、シネスイッチへの再開行事にはフジテレビジョンも出資に関わっていた。1988年公開のモーリスと1989年公開。 ニューシネマパラダイスでミニシアターブームに大きく貢献した。また、レディースデー割引を始めた映画館としても認知されている。ただし、この映画館のレディースデーは毎週金曜日である。銀座町語りボリューム23シネスイッチ銀座松屋銀座株式会社松屋。2018年11月24日閲覧ありがとうございます。